はい、皆さんこんにちは。セグメントゲームズの管理人、パーキーゲームです。はい、セグメントゲームズレイディオでございますけども、今日は一人です。はい、まあ本当はね、ゲストを呼びして対談ラジオをお送りするのがいつものパターンなんですけども、なかなかね、まあ予定がどうたらとかね、都合があったり、まあ私自身もいろいろあったりと、しまして、なかなかまたね、難しいんですよね、収録をタイミング合わせるのが。はい。で、まあね、ちょっとそれでまた2ヶ月、3ヶ月空いてしまうのも、ちょっとよろしくないんじゃないかと思ったので、まあ単独でもいいので、まあ月1ぐらいのペースでお送りできるようにということで、今回は収録をしてみようと思いまして、はい。まあ2月はですね、申し訳ないですけど、単独でのラジオをお届けするということで、ご勘弁いただきたいなと。いうふうに思っております。せっかくね、この前、ね、生ラジオ、先月、お送りして、さあ、2018年も、ってね、乗り気だったのに、ちょっとね、いきなり間が空いちゃうのは、ちょっと、申し訳ないと思うので、うん、で、私自身も、こう、モチベーションがね、下がっちゃうんでね、それも、込み込みで、今回は、こういう形で、お送りいたします。はい。で、まあ、どうせね、一人でやるんですから、あれだったら一人の時に取り上げることができそうな話題をっていうんでね、ちょっといろいろ見てみまして、今回は、龍が如くシリーズを、ちょっとね、ピックアップしてみようではないかと、いうふうに思っております。はい。まあ、できるだけネタバレなしでいくつもりですけども、まあ、ちょっとね、ちょっと、もしかしたらっていうのはありますので、うん。そこはね、できるだけオブラートに包んで分かる人にしか分からないようにお話しするつもりですけども、全くネタバレなしというわけにはもしかしたらいかないかもしれないという点、ちょっとご了承いただきたいと思います。まあ、ものすごく重大なネタバレをするつもりはないです。はい。ということでね、まあ、ちょっとね、新作の発売も近いですし、うん。まあ、ちょうど良いじゃない。良いのではないかと思いましてね、ちょっとお話をしてみたいと思います。はい。さあ、龍が如く、誕生したのは2005年でございます。セガさんがですね、提供するタイトル。まあ、一作目がプレイステーション2で、発売されました。伝説の極道、桐生一馬を主人公としてですね、そのいわゆるヤクザ、まあ、極道ですね、極道の世界をドラマチックに描くアクションアドベンチャーとして、制作された作品でですね、海外ではもう多分そのままヤクザっていう名前のタイトル名で確か出てたんじゃなかったかな、と記憶しております。はい。現在ですね、このシリーズ作品、何本ぐらいあるんだろう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、10、14かな。リメイク含めて14作品ほど、発売されております。本編のシリーズがですね、初代から龍が如く6まで、桐生一馬の物語を描いたシリーズとして6まで発売されていて、さらに派生作品としてですね、時代劇風にね、お送りする龍が如く剣山や龍が如く維新、あるいは全く別の主人公を起用した黒章、龍が如く新章、もしくはですね、珍しくも銃をぶっ放して戦う、龍が如く、オブ・ジ・エンドという作品などですね、本当にね、いろんな挑戦をしてきた、作品ですけども、やっぱり主軸はね、本編のシリーズがやっぱり人気が高かったという感じでしたね。はい。で、私自身もですね、一応1、2、3、4、5、そして0をやって6かな。本編のシリーズは本当にずっと、付き合わせてもらっております。私がちょうどそのシリーズ遊び始めたのが、龍が如く剣山が2008年に発売されたんですけど、まあ、その後ぐらいですかね。あたりで、たまたまは龍が如くと、龍が如く2が一緒になって、お安く、ね、もう、まあ、その時には中古ですごいもう値段も下がってた頃ですわ。まあ、頭の片隅にはね、ちょっとこう、なんだろう、引っかかってた作品だったので、まあ今やるもんなかったし、みたいなので、ちょっとね、京都で一人暮らししてた頃にですね、手を出してみたら、まあハマっちゃいましたね。初代龍が如くは一気にクリアしちゃいまして。
2はまあちょっと一回途中で止まっちゃった。まあ、連続でプレイしたからっていうのもあるんですけども、途中で止まっちゃいましたけど、それでもやっぱり最後まで、楽しませてもらうことができました。で、3もですね、まあその時すでに発売をされてましたが、ちょっと間を置いて遊ばせてもらって、まあ以後4、5、0、6と、楽しませてもらっているという感じでございます。はい。まあ本当にこのシリーズね、定着してきて、で、やっぱり魅力的なのは何と言ってもね、本当にその、世界観。本当に、まあ、そのリアリティですね。綺麗、まあ、綺麗なのもあるんですけども、やっぱり例えば街にしてもね、実際の企業さんと、協賛していただいて、本当に実際に協力してもらって、お店に入れて食べれたり、施設を利用できたりすると。最初の頃から、例えば松屋だったり、ドンキホーテだったりとかかな。あのあたりなんかはもう最初からずっと協力してくれてて、実際に利用できるお店としてね、ずっと登場し続けてる。まあ、おなじみの、みたいな感じに、なってたりしますね。はい。その後もですね、シリーズ重ねるたびに、どんどん、増えていってですね、入れるお店が増えたり、利用できる施設。はたまたですね、まあ、様々な寄り道要素ですね。寄り道要素がとにかくすごく多い。寄り道ばっかりしてたら本当に本編進まないみたいなことでね。まあ、それも龍が如くの魅力であり、まあ、楽しみ方の一つであるということでね、多くの人が、楽しまれていらっしゃるという感じですね。私はどちらかというと、まあ、普段からそうですけど、あまり、まあ、やり込み要素っていうのはやらない方なので、どちらかというとね。まあ、それでも、ちょっとね、ついつい寄り道しちゃうことはありますけども。基本はやっぱりそのドラマチックなストーリーを楽しみたいなっていうところがあるので、私はやっぱどっちかというと、ストーリー進めたくなる方ですね。そうですね。で、このシリーズ本当に、イベントシーンなんかはね、演出の部分がしっかりしていて、本当にドラマというか映画というかね、を見てるような、感覚にさせてくれる。まあ、そんな非常にね、引き込まれる演出と、まあ、物語の展開がですね、魅力的と、いうふうにされております。まあ、本当に男の生き様ですよね。飾り気のない。もう、まあ、まっすぐなね、生き様を描いてるっていうところが、やっぱ惹かれるんですよね、なんか。主人公の桐生一馬はですね、まあ、初代龍が如くから龍が如く6まで、ずっと主人公、もしくは主人公の一人として、活躍し続けては、まあ、その度に暴れ回って、ね、男の生き様を見せたっていう感じでしたけどね。まあ中ですごい葛藤してるような場面も非常に多かったりするんで、そういう人間らしさみたいなところもあったりするというか、あと優しさなんかもあったりするとかね。その人としてなんかすごい、なんか変な言い方ですけども、綺麗な極道っていうことなのかなと思ったりはします。まあすげえ暴力的ですけど。だから、もう本当になんか多くの人にね、愛され続けてると。いう感じですね。で、まあ他のキャラクターもね、本当に個性があって魅力的で、すごくインパクトのある、人物が本当にいっぱいいて、例えば4なんかはね、主人公4人、5は主人公5人起用してですね、いきなり主人公を増やして、ね、この桐生一馬と比べられてね、なんか見劣りするんじゃねえかとか当時はね、心配されたりもしましたけど、そんな心配もなく、4では、企業の他に、例えば、秋山俊、神室町で金貸しをしている人物ですね。できたりとか、もしくは、同じく登場会に属してたんだけども、伝説の18人殺しで、監獄中の、佐江島大河ですかね。とか、ああいうあたりのね、人物が出てきたりしたんですけども、それぞれが本当にしっかりとね、その、まあ、芯を持ってる人物ばかりなんですよね。やっぱり主人公が。だからこそ、すごい、それぞれ違った魅力があって、すごい惹かれるものがある。特に佐江島大河なんかはね、4からの登場ですけども、
ガタイがすごくてね、気流にまさるとも劣らない戦闘力を持ってて、それでなおかつ非常にこう、人情深い、涙もろい、みたいなところがあったりもして、すごい、なんだろう、気流以上に人間らしいんですよね、なんか。ふと人間らしさをすごく見せるところがあったりするもんですから、なんかものすごく、見た目はすごいいかついんですけど、より人間らしさをふっと感じる瞬間があるなというのは、すごいこう、好意的でしたね、なんか。まあそういう、ね、本当に、毎回毎回、本当にそういうキャラクター作りっていうのは大変だなっていうのは本当に思わされますけどね。はい。で、ストーリー展開に関しましても、まあ、一応ね、どの作品から始めても分かるようにはなってますけども、やっぱりできれば1からやった方がいいような作りにはなってます。1もしくは0からね。まあ、参考までにネタバレをしないように言いますと、例えば、そうだな。例えば、竜が如く4とかでは、まあ、まあ、先ほど言ったように主人公4人います。で、キリュウカズマがね、一番最後に動き始めるんですけども、そのきっかけがですね、実は初代竜が如くの物語にちょっと絡んでくるところが、まあ、ちょっとあるんですね。わかんなくてもいいけど、わかんなかったらでもわかんないかな。わかってたら、おーってなる感じの展開がやっぱりあったりするんですね。そういうところで。まあそういう意味ではやっぱり1からずっとね、遊び続けてほしいという気持ちは、やっぱあったりします。逆にでもね、ヒックスなんかは結構、別軸の物語という感じがしたので、竜が如く6ね、これ一応まあ本編的には今のところ最新作で、でしかも6はね、桐生一馬最終章と、ね、メッセージを残す。まあ、本当に、文字通り、本当に桐生一馬の最後の物語を描いた、作品だったんですけども。私自身もブログとかで、ちょっと感想を書かせていただきましたけども、あんま絡まないんですよね、これまでの人たちが。だから、良くも悪くも、まあ、よく捉えれば、新しい人でもスッと楽しんでいただけそう。悪く言うと、やっぱり今まで遊んできた人からしたら、ね、なんであんな人たちはこんな人たちが今回出てこないのとか、全然活躍しないのとか、ましてやこれが最後の物語なのとかね。やっぱり思っちゃうんですよね。ものすごくなんかもったいなく感じちゃったっていうのは、やっぱり正直私も思っちゃいました。広瀬一家、ビートたけしさんとかね、が演じられた広瀬一家の物語はすごく良かったんですけどね、本当に。ちょっとね、ちょっとまあ、今後の展開にね、ちょっと影を落とす、ちょっと不安をちょっと生み出す最終章だったなっていうのはちょっと残念ながら感じるところでした。で、またその一個前ね、竜が如く0というのが発売されておりまして、これは文字通り初代の前の話、キキュカズマとマジマゴロ2人を主人公に添えてですね、まあ、これ2人とも本当にシリーズ屈指の人気者なんですけども、この2人がですね、道島の竜、あるいは島野の狂犬と、まあ、呼ばれて、まあ、初代の時点で呼ばれてたんですけど、なぜそう呼ばれるようになったかというところを、描いた物語だったんですけども、これがまあ、ようできてたんでね。本当に。間違いなく後付けのはずなんですけども、全然後付けっぽくない。で、バブル景気でね、湧いてた時代を描いたっていうこともあって、なんかよりヤクザっぽい物語だったんですよね。すごく。その点も良かったのかな。その、桐生や真島もそうなんですけども、出てくる、まあ敵として出てくる人たちもすごくかっこよかったみたいなね。感じです。まあ、シリーズとして大体そんな感じなんですけどね。敵もすごく魅力的だったりする。なんだろう、その、悪者なんだけど、なんだかんだで筋は通ってるみたいな敵がやっぱ多いんです、すごく。例えばまあ RPG にしても何にしても、例えば敵を作るときに、
ただ、なんだろう。うまく言えないけどな。なんて言ったらいいんだろうな。その、ホット出てきて、なんかいきなり戦うとかさ。例えばラスボスに来たって、なんかね、今まであの隠し、すごい隠しがあって、ものすごいライバルみたいな感じでいたやつが実は中ボスで、いきなりその後ろからラスボスがポッと出てきたら、全然ラスボスと戦ってもラスボス感を感じないというかね。そういうのなんかあったりするじゃないですか。そういうのがあまり竜が如くはない。比較的ないかなっていう印象です。やっぱり最後は戦うべき相手と本当に拳を交えて、もう本当になんか気持ちよく終わるというかね。そういうケースが非常に多いです。でもこれを6に関しては、これについてもちょっと怪しいんですよ、実は。これはね、まあ言われてますけど、あ、まあ、追求は、スマーか。はい。追求したらネタバレになっちゃうんでね。まあ、あとはですね、私はちょっと残念ながら遊べてないんですけども、その時代劇の方ですね。竜が如く剣山や竜が如く維新。こちらもなんだかんだでね、あの評判はよろしいみたいで。特にですね、竜が如く維新は、まあ、シリーズで初めてプレイステーション4でも発売された、作品で、まあ、非常にヌルヌル動く。まあ、ただでさえ表現力が高い中でね、60フレームで綺麗に動くとかいうことでね、ですね、非常にその、なんだろう。最新機器としての力をいかなく感じることができたと、いう方は非常に多かったみたいですね。はい。あるいはですね、シリーズの中でも特に人気の高い初代の竜が如く、あるいは竜が如く2などをですね、リメイクして、竜が如く極みという名前でですね、発売をしてたりもします。今だから初代のリメイクである竜が如く極み。そして、ついこの前、てか昨年末ですね、2のリメイクである竜が如く極み2。これはね、発売されました。これ、そのまま3、4とかって出していくんですかね。どうするつもりなんですかね。3、4って出していくはいいけど、例えばですよ。まあ、4の主人公の一人が、あれですよ。確か谷村正義だったかな。あれ、成宮さんが演じてたので、成宮さん芸能界引退しちゃったとかね、そういう事情もあるわけですよ。そこら辺がちょっと悩ましいところなんですよね。もしかしたら、担当する人が変わるとかいう話になるのかもしれませんしね。声優の問題がちょっとあるなっていうのはありますけども。まあで、あ、でもそっか。でもよく考えたら、あれか、竜が如く極み2も、一部変わりましたもんね。だからまあ、もう丸々変えてしまうぐらいのつもりでもいい。まあでも、でもいいのかな？主人公でそれやっていいのかなっていうのもあるなぁ。その、極み2のね、丸々変わったっていうのはあくまで、まあサブキャラというか、2でしか出てこない人たちばかりだったから、まあ、まあこっちはこっちで、まあ好き、まあ好き、あのね、どっちが好みかみたいなんでね、話が進むんですけども、主人公をがっつり変えちゃうっていうのも、やっぱり気にされちゃうのかなぁ。どうなんでしょうね。でももし本当に竜が如く極み4ぐらいまで行っちゃうとしたら、そこ考えなくちゃいけなくなっちゃうのでね。そこどうすんのかはちょっと気になっちゃいますね。はい。で、ましてやですね、先ほども言いましたけど、6で桐生の物語は一段落しちゃいました。とはいえ、やっぱり桐生一馬自身の、やっぱり人気が高いもんですから、仮にこれから新シリーズね、始めるっていう話、まあ、この後ちょっとしますけども、新シリーズ始めるとしても、やっぱり桐生一馬の物語を、やっぱりもっともっと深く楽しみたい、みたいなね、人が、やっぱりいる中で、やっぱり極みシリーズみたいなのをずっと展開し続ける、っていう流れは、なんかあるような気がしますね、やっぱり。誰が、残念ながら誰が何と言っても、キーユーがやっぱり魅力的だったから、リュウガゴとか遊んでたって人も多いとは思うので、じゃあまあその答え、期待にもね、まあ一緒に答えていくという意味で、これからもリメイクである極みシリーズはね、もしかしたら続いていくのかもしれません。まあわかんないですけどね。はい。
さあ、そしてですね、まあ、新プロジェクトとしてですね、まあ、いろいろと、まあ、今は、まだね、いろいろな作品が動いてるわけですけども、ちょうど来月3月にはですね、北斗が如くというですね、全く新しい派生作品、はい、龍が如くと、あの有名な北斗の拳ですね、のコラボレーションによる作品が登場します。はい。世界観は全く完全なる北斗の拳。でも、主人公のケンシロの声は、桐生一馬というね、なんかよくわかんない、すごいとんでも設定なわけです。で、しかも物語は、オリジナル。うん。だと、いうことだったかな、確か。全くのオリジナルストーリーだということらしいので、これがどういう印象を与えるかっていうのは、すごい気になる。まあ、これまでの、例えばね、龍が如く剣山や龍が如く維新も、別にそんな完璧に史実にのっとって作ってたわけじゃないらしいので、まあそういう意味ではね、そういう意味では北斗の拳でありながら北斗の拳じゃない新しい世界観を描くっていうのはもちろんありだと思うんですけども、やっぱりその、怖いのはね、やっぱ北斗の拳好きな人が買ってどう思うかっていうところなんでね、それが難しいところなんですよね。北斗の常識をぶち壊すなんて公式サイトで言って、本当に悪い意味でぶち壊しちゃったらどうしようねみたいなとこが、どうしても心配されちゃってるかもしれないですね。もちろん期待されてる方も多いと思いますけどもね。はい。こういう、まあ本当にね、やっぱりネームバリューね、高くなってきて、こういう大胆な挑戦もできるようになってきたっていうのは、本当に、シリーズが成長してきた証だと思いますんでね。まあ、こういう挑戦も、いわゆる普通のメーカーができる規模じゃないと思うんです。あの有名な北斗の拳とコラボしてね、世界観丸々作っちゃうっていうのはね。まあ、せっかく挑戦したからにはね、全力を尽くしてほしいなと思っております。そして、新シリーズですね。先ほども言いました、桐生一馬の物語は終わりまして、全く新しい主人公、春日一番という人物がですね、昨年の発表会の時に登場しました。はい。そして彼を主人公にした作品として今、龍が如くオンラインという作品をですね、まあ、今年サービス開始する予定でいるというお話が出ております。サービス対象はスマートフォンとパソコン。まあ、なんですけども、あくまでこれは始まりの軸であって、こっからもちろんですね、例えばゲーム機向けの展開とかももちろんしっかりと視野には入れてるというふうに確かお話があったと記憶しております。はい。春日一番がですね、まあ結構、ちょっともじゃもじゃな頭で、まあ桐生と比べると、ちょっとこう、ちょっとやんちゃっぽく見える部分が、まああるにはある。まあ年齢はすごいね、もう40歳っていうのは落ち着いてる年齢なんですけどもね。で、彼もどちらかというとちょっと桐生にちょっと似た境遇があって、とある人物にですね、まあ、とある人物を慕ってですね、極道の世界に入って。で、入るんですけど、そのある日ですね、その、組の中で、ね、起こった罪を自分が被って、で、出頭して、まあ、要するに、まあ、ね、服役して、まあ、あっちの言葉で何て言うんでしたっけ。お勤めをしに行ったっていうわけですね、要するに。で、17年もの間、無所の中に行って、ようやく、故郷であるカムロ町に戻ってきたら、まあ、17年も経ってるわけですから、街が表現してるのは当然としても、過去の仲間たち、そして信頼してきた人物が、ね、どうたらこうたらって言うんで、どういうことだみたいな話から、まあ、お話が始まっていくと。ここだけ聞いたら本当に初代の桐生一馬を見てるような感じがちょっとしちゃいますね。とはいえ、本当にね、まだチラ見せしかしてないんでね、この春日一番という人物像を、まだ完全には、私も、なんかこう、形作れてないというかね。ねえ、この、新シリーズの主人公として大々的にね、こう、アピールしちゃったもんですから、やっぱり桐生と比べられてはしまうと思うんです、絶対に。でも、まあこれまでもね、そう言いながらいろんな主人公を新しく増やしてきては、でも魅力的なね、主人公として、こう、定着させてきたというか、まあ人気をね、
呼ぶキャラクターを生み出してきたわけですから、私はやっぱり、期待してます。本当に。企業企業ってずっと続いてたから、そろそろ新しい流れが必要かなっていうのは元より感じてたので、まあここでね、本当にその新しい流れがですね、またうまく作っていけることをですね、まあ本当に願いたいなと、思っておりますので、まあこの龍が如くオンラインの続報をまずはね、お待ちいただければなという感じでございます。はい。まあこんな感じでね、昨年発売した龍が如く極み2とともにですね、昨年もいろんな発表があって、で、昨年で、今年でですから13年経つのかな？まあ本当にいろんな展開をしてきて、そのシリーズとしての、こう魅力を、とにかく追求し続けると。で、私自身もその追求している様をですね、しっかりと感じながら楽しませてもらってきましたので、これまでね。これからも、セガを代表するシリーズとしてですね、こう、この男気あふれる世界観ですわね。これをですね、しっかりと形作っていってほしいなと本当に思います。本当に楽しみにしてます。ちょっとね、物語がどうしても、優れてる時とそうじゃない時とかってすごいなんかね、メリハリがあったりもしますけども。まあでも、全体的に言えることはやっぱり演出面は本当に素晴らしいので、もうそれを見てるだけでもやっぱりこう、気持ちが高ぶりますわ。本当に。私自身もそこは本当になんか、この作品からエネルギーをもらってるつもりでいるので、そういうところを本当に引き継いでいってほしいなと思っております。はい。どこかな？結構、一人の割には30分近く喋りましたね。はい。うまく撮れてるといいんですけども。はい。ということで、今回ですね、ちょっと私一人でのラジオになってしまいましたが、龍が如くシリーズについて、まあ私のね、ちょっと思うところも含めていろいろお話をしてみました。ネタバレも、まあ、あんまり、ほとんどないと思います。多分なかったと思いますけども。はい。ネタバレなしでお話できてよかったです。はい。ネタバレありでね、お話ししたらね、多分30分では収まんないと思うんでね、逆に。ただね、そうやって話した方が、遊ばれた方なんかはね、シリーズ遊ばれた方なんかはもっと共感できたりなんかして楽しめるラジオになってるかもしれないですけども。まあそこまでは、ご勘弁ください。はい。ということでね。対談ラジオ本当はね、できればお送りしていきたいと思っておりますが、まあ、時と場合によってね、どうしてもちょっとこう予定が合わなかったりして、こういう風にまた一人でお送りするタイミングがまたあるかもしれませんが、ちょっとご了承いただきたいとともに、一人であっても、まあ、しっかりとね、した内容の、しっかりとした内容のラジオをお送りできればと思っておりますので、お楽しみいただければと思います。はい。ということで、今回のセグメントゲームズレディオはここまでといたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回のラジオの方もお楽しみいただければと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。